どうも、愛知です。今午前3時前ぐらいですかね、に撮影をしているんですけど、昨日生放送をすると夜告知したんですが、見事に子供をね、寝かしつける時に一緒に寝てしまいました。生放送を待ってた方、本当に申し訳ないです。ただですね、多分今後こういうことが結構あると思うので、もし23時、まあ告知した時間に始まらなかったら、あっちの世界に行ったんだなと思っていただければ幸いです。申し訳ない、本当にね。また今日の夜はやれると思うので、ちゃんと起きてるんで、もしよかったらまた参加してみてください。で、なんで動画を撮ってるかっていうと、もちろんこの謝るためっていうのもあったんですが、今ですね、ちょうど、まあ、寝てしまった時間に間に来てた相談メール今チェックしていて、で、その時にもあったし、で、以前からもちょこちょこ来ていたんですけど、こう自分が例えば計画を立てたこと、まあ、受験生特に主にそうですけど、自分がこれをやろうと決めたこと、自分で決めた計画はちゃんとこなしていこうというやつの話をよくするじゃないですか。でもそううまくいかない時ってありますよね。やっぱり人間なんで気持ちのムラもあるから、あとどうしても物理的にその勉強できる時間が今日は少なかったりとか、いろんなね、急遽予定が入ってしまったりとかね、自分みたいに寝てしまったとかもあると思うんですけど、そうすると決めたことがこなせなくて、やっぱりこうへこんでしまうというか、自己嫌悪になってしまうみたいな方、そういう結構相談メールが多いんですね。で、そうすると気持ちも焦るし、で、自分に対しても、やっぱダメだ私、みたいな、俺やっぱダメだわ、みたいな気持ちも萎えちゃうんで、負のスパイラルにはまっていくんですよ。どん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 。ダメだ、ダメだ。で、うまくいかないし。で、またダメだ、ダメだ。うまくいかないし、みたいな。で、そういう相談メールが来てたんですね。で、今回の自分の、まあ、件もそうなんですけど、割とですね、昔から自分はすごい完璧主義なところがあって、で、さっきみたいに自分が言ったことを、今回生放送もそうですね、言ったことをちゃんとやれなかった時にものすごいへこんでしまうというか、もう自分クソだわみたいな風に言ってしまいがちなんです、思考がね。で、例えば今日とかもさっき起きてしまう、起きたと2時過ぎから、2時ちょっと過ぎぐらいに起きたんですけど、で、やらかしたと思って、でもこう、まあ、こういう経験って、まあ、生放送だけじゃなくてね、こういう経験ってやっぱり今までいろいろあって、でも自分を責めたとしても何もプラスにならないんですよ。何にもならない。それで自己嫌悪になって、じゃあその後の自分たち仕事のね、効率が下がったりとか、例えば動画のさ、もう自分クソだわと思いながら授業動画撮ったら、そういうのが出るんですよ、にじみ出る。それは自分でチェックした時に分かるんですよ。ってことはきっと見てくれてるユーザーのみんなにも何かしら伝わってるかもしれないわけじゃん。いいことが何もない、であれば、じゃあ、自分はよく思ってることなんですけど、過去って変わらないんですよ。何をどうあがいても過去は変わらないのね。でも、今とこの瞬間ね、今生きてる、今のこの瞬間と未来は変えられるんですよ。いくらでも。自分の気持ち次第とか、行動次第でね。だから、寝てしまったのは事実だし、私はちゃんと謝るしね、コミュニティ欄でも、ツイッターでもね、前もちょっと謝らせてもらったし、今こういう動画でね、お伝えする形でもなりましたけど、じゃあこれからどうするって言って、言った時に、じゃあやれることをやるしかないじゃんって。切り替えるしかない。そう。で、自分だったら、今日ちょっとたまたまね、日曜ちょっと仕事だったんで、後で話しますね、この件に関しては。だったんで、まあそれで疲れたのあるから、じゃあこれでも、ちょっと5時間ぐらい寝たのかな、結局。9時に寝かしつけたから、5時間ぐらい寝てたから。寝れたから、じゃあこれで体休めたんだと。体が休めて言ってたらしょうがないと。じゃあ、こっから仕事だったり、板書だったり、動画の活動だったりを、明日ね、月曜になってるからさ、そう、今日頑張っていこうと。やるしかないんだっていう風に切り替えます。で、おそらくみんなも、もちろん今はこの段階でそんな経験がなかったりとか、ちょっとよくわかんないなと思う方もいるかもしれないんですけど、例えば受験が近づいたりとか、テスト期間が近づいたりとかした時に、まあまだみんなね、人生、これから先長いじゃないですか。まだ10代の真ん中ぐらいだから。そういった経験があった時にどう切り替えるかっていうのはすごく大事なので、ぜひぜひ過去は変わらない、いいね、終わったことは変わらないから、じゃあそれをどう、まあポジティブまでいかなくていいんだけど、そのネガティブな面だけ、自分を責めるっていう分だけで終わってしまったらすごくもったいないから、そこをまあちょっと違う解釈、自分だったらその疲れてる体を休めるための時間だったんだよねっていうふうに、まあもちろんあれだ、それでさ、なんか全てをこう正当化しろってわけではないんですけど、っていう風に切り替えて、ぜひぜひやってってもらえたらと思います。攻め立てるっていうか、こう焦らせるわけで言うわけじゃないんですけど、
すごくやっぱり時間っていうのは貴重なので、特に受験生にとっては、うん、例えば1日だけだったらまだいいかもしれないけど、その沈んだ気持ちで1週間2週間経ってしまったら、その時間もったいないですよね。うん、だからうまく、まあ、すぐ切り替えるとは言わないんですけど、ちょっとこう自分がそのやったとかも、そうなんだろう、ああって思う時間を、なんだこういう目線だけじゃなくて違うところ、多面的に見てあげて、ちょっと切り替えるきっかけにしてもらえたらと思います。はい、という動画になりましたが、本当にね、生放送まさかとは申し訳ありません。申し訳ない、本当に。はい、今日の夜またお会いできることを楽しみにしてますので、ぜひね、生放送来れる方はぜひまた来てみてください。という感じで、ハイチでした。ありがとうございました。